はい、先ほどのまたまた続きです。お供えと書いております。包装を外せばお供えという、まあありがとうございます。阪急いいですね、響きが。ではこの中を今度開けていきたいと思いますが、しばらくまた後ほどしてから撮りたいと思います。オープンしますので。